おはようございます。イエスサワー、パチ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 、どん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 、パフ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 。毎度おなじみの親分はイエス様でございます。ご家庭内でご不要になりました悩み、問題、依存症などはございませんか？ございましたら多少に関わらず聖書と交換いたしております。ということで、月曜日のお昼前のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか？パーソナリティのしんちゃんです。けんちゃんです。よろしくお願いします。親分はイエス様とはもともと映画のタイトルです。ヤクザの人生を歩んできた人たちが聖書と出会い、イエスキリストと出会って、泥沼の人生から希望に満ち溢れた人生に変わりました。彼らは言いました。わしらの親分はイエス様や。これからわしらはイエス様の愛を伝える人になるんや。アメン。これは本当にあった話で、彼らは今もイエスキリストと共に最高の人生を歩んでいます。この番組では彼らの人生を変えた一冊の聖書、そして教会について、音楽とユンタクで楽しくお伝えしてまいります。実は私たちも以前は問題を抱え、苦しい思いをしながら生きてきました。でもイエス様との出会いが私たちの人生を180度変え、今は喜びでいっぱいです。私たちは自分が身をもって体験したからこそ、今苦しい思いをしている人に希望がある、人生やり直せるっていうことを伝えたいのです。アメン。イエス様という素晴らしい親分を紹介したい、そんな思いでお届けする番組です。番組では、キリスト教って何、教会ってどんなところという皆さんからの質問をお待ちしています。メッセージも待ってますよ。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 761@fmkoza.jp です。ファックスは 098-934-8653、 098-934-8653 です。また FM コザではユーストリームで音声と映像を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。またツイッターとも連動していますので、どんどんツイートしてくださいね。ということで、はい、それでは今日の聖書の言葉いってみましょう。今日の聖書の言葉、詩篇121編1節から4節。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。アーメン。はい、はい、どうも、どうもどうも、しんちゃん、どうもどうも、けんちゃん。今日の聖書の言葉、はい、はい、新学生のしんちゃん、ここね、けんちゃん、してください。このけんちゃん、いつもね、はい、よくあの神様のことね、うん、まどろむこともなく眠ることもないなんてよく言ってますよね。そう、あ、そうなんですよ。けんちゃん好きなとこでしょ。あ、好きなんですよ、はいはい、だってね、うん、僕らこれ神様は、うん、こう書いてあるでしょ、うん、まどろむことも眠ることもない。不眠症ですか？24時間営業です、神様だから、うんうん、僕ら24時間夜だったら寝ますけど、うん、こう神様は僕らが寝てる間もずっと見守ってくれてるわけですよ、はい、ですよね、はい、だからいつも僕朝起きたら感謝するわけですよ、うん、神様が24時間営業で僕らを守ってくれてるから、また朝目が覚めることができる、うん、っていう感じですね、はい、だからついついこの言葉ね、好きなんですけどね、僕。ありがたいですね。朝お祈りするときね、はい、感謝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 、うん、はい、なるわけですよ。アメン。24時間営業、年中無休ですよ、神様。年中無休ね、神様だから。神様ね、うん、そんな神様が僕たちを守ってくれてるわけですよ。はい、ほら、心強いでしょ。心強いです、うん、アメン。はい、なんかありますか、しんちゃん。いや、俺ね、うん、このね、天地を作られた主から来るっていうのがいいよね、うん、はあ、天地を作ったんだよ、天と地を。そう、何にもない、何にもない、全く何にもないところからですね、はい、天と地を作った神様がいるわけですよ。すごいね。人間が作った神様じゃなくて、はい、人間を作った神様がいて、はい、その神様が俺たちを助けてくれるっていうのが、これすっげえなと思って、何でもありじゃんみたいな。そう、
何でもできる神様です、ね、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ曲いってみましょう。はい、サルーキーで終わりの時代。人はパンのみに生きるにあらず。え、初見右ですって違うよね。違う。リスさん24時間営業、好きやか。ああ、好きやかって神様ね、24時間営業です、はい、うん、これ、はい、あなたのすごいね、はい、じゃあこの次、バックで流してもらいたい何番そのまますぐ入ってます。1番で、これを流して2人だったのかな、これ1人軽く入って後ろに私がメインで歌います。メインで歌います、うん、だからマイクを他は俺たちはまあ下げといて、はい、ヨハナのマイクとカイコさんのマイク、これさ、はい、これさ前回のこれ読んだんだっけ、メッセージ前メールが多分、うん、読んでないのかな、挨拶をしてて、はい、そうです、うん、これは読んだ、これは読んだ、須田さん、かなさん、違う違う、うん、これだった50何分とかに行ってるよ、違う違う、もう一個さ、あ、これ読んだ、うん、これ先生だ、ちょうどメッセージしてる、あ、先週のメッセージ読み損なったやつ読もうね、うん、最初さあ、あれこっちですと言います、あ、これこっちですと言います、この上のやつが2人ユーストリーム、うん、映像で撮るの、この、この女の子にはっていうことかね、あ、そういう意味ね、そういう意味ね、リスさん、そうそう、聞いといてね、素晴らしい、あの歌も生の歌、そうです、特別サービスです。あ、おはようございます、映ってるよ、こっちにも、え、2人も映ってるよ、あ、こっちにもリスさん、だいぶあのドアップだけど、あ、でもタイムドアップなんだ、タイムドアップ、どうしましょう、キヤちゃん、マイクこれでいい、手で持ってやる、いいんじゃない、結構でかいかもよ、こういったら、あなたたちより声は、あ、そうかもしれないね、これも調整はできますね、お願いします、終わったで、CM が2分あります先に言うと、今日メール来た、お、そうだ、
見つけました。あれしからメッセージ読んでから紹介しようか、ね、うん、あの入ってるんですけど、ここにあらずだし、やったってそれ死ぬんだし、違うな。低めに歌ってみて。いいね。いいね。パブリックね。兄弟でしょ。兄弟。兄弟でしょ。姉妹。姉妹でしょ。姉妹って。え、彼女に。BGM をかける感じとかは言ってもらえれば、でも流せるのでお願いしますと、はい、使うと言ってもらえると使います。 CD の音がね、聞こえないと思う。そうかもしれない。じゃあ間もなく CM 開けます。進めといて、ね、5秒前です。親分をイエス様。はい、ということで、ですね、先週読めなかったメールがありますんで、まずそこから見ていきます。はい、かなさん、チュラさんからですね。いつもありがとうございます、かなさん、チュラさん。はい、幸せコンサートすごいですね。そんなに豪華な方々が出てるのに無料で見られるなんて、ディアマンテス見たいな。イエス様の気前の良さ素晴らしいです。アーメン。すごいですよ、ね、気前いいんですよ、イエス様、ね、うちの親分 ねかっこいいよね、はい、イエス様。はい、はい、太っ腹なイエス様に感謝感謝。はい、ということで、今日ですね、はい、ゲストが、イエス様、なんか今日華やかじゃありませんか、温泉かね。あ、はい、それからですね、ちょっと待ってよ、ゲストの前にめぐみさんにも今日ね、はい、助けて、いつも助けてもらってますけども、めぐみさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではゲスト紹介していきます。今日のゲストは、はい、けんちゃん。しんちゃんが紹介するじゃなかったの。はい、今日ゲストにお越しいただいたのはですね、はい、ゴスペル歌手のヨハンナスさんと、はい、はい、それから、はい、お姉さんの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 かよこさんです。はい、この二人、お二人にお越しいただきました。はるや、はい、やっぱりですね、はい、美しい女性が、そうなんですね、今日は、はい、いると、こう二人も増えちゃってですね、はい、いつもおっさん、はい、おっさんばっかりやってますが、はい、今日は、はい、ありがとうございます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。こっち見てないし、はい、おばさんも頑張ります。ラジオわかんないですからね。ラジオです、はい、あ、それ、あ、は、お母さんなんですか。お母さんなんです。すみません、お姉さんと思って、お姉さんって紹介してしまいました。あ、なるほど、はい、お母さんだそうです。はい、はい、ヨハンナさんね、はい、ヨハンナさん何人ですか。私、ヨーロッパとのハーフって言いたいんですけど、うん、もう分かりますよね、これ見ても日本人ですよね。お母さん見ても日本人なんですよ。うちなんちゅうです。お父さんもね、お父さんも、もうどっちもうちなんちゅうです。八重山と宮古のハーフです。八重山と宮古のハーフはお母さんの方で。なんでこうややこしい名前つけたんですか。ね、島ハーフです。すごい、でもなんかすごい綺麗な名前ですよね。ありがとうございます。お父さんお母さんの名前は強しとかよこです。イエーイ。その娘のヨハンナスタンダードです。なんで兄弟もいますよね。兄弟お姉さん、え、妹だった。妹、私がヨハンナで、下がアンナ、うん、でヨシアで、最後がヨセフです。ああ、聖書から。そう、全員聖書から、ね、そして、うん、で、お父さんとお母さんは強しとかよ。強しとかよ。普通。めっちゃ普通ですよね。はい。ああ、そうですか。はい。今日はですね、はい、なんかですね、あの、
歌を、はい、あの歌ってくるということでですね、はい、ギターも持ってきていただいて、はい、はい、今日はあの今日は楽しいですよ。そうなんです、はい、楽しみです。あ、あとね、うん、ちょっとこれ最初に言ってきましょうか。あ、ね、うん、あのラジオ聞いてる方、はい、あのね、メールくれた方の中から抽選で、うん、はい、これコンパッションってアルバムがあるんですね。コンパッション CD、うん、これで、7曲入りなんですけど、はい、なんと1曲目にこのヨハンナさんの、うん、あなたのそばにっていう曲が入ってます。これとても素敵な曲ですよ、はい、癒されますよ。アメ、うん、すごいね、声が良くてね、はい、はい、いいんですよ。これ僕も持ってますけどね。お、はい、ありがとうございます。聞いてます。どういたしまして、はい、メールを、メールを、うん、メールをくれた方から。メールですよ、はい、メールくださいね、はい、抽選で、はい、メールアドレスはですね、はい、うちはねこれね確率とってもいいからね、はい、うん、メールメールアドレスメール少ないんでチャンスですよ、はい、メールアドレスは 761@fmkoza.jp です、はいはいはい、番組の終わりで発表します、はい、インターネットでもねコメント来てますね、はい、強しかよこヨハンナハンナパンナコッタなんかすごいなんか繋がってるすごいすごいですね、はい、ケンちゃん蛍光カラーボールから来てますルミこの体のこと言って誰かに投げられた。ちょっとなんか あれでしょう、これ強盗と間違えられた。そうそう、目がチカチカするでしょ、これ下手したかなと思ってるんだけど今日、ね、挑戦チャレンジしてみたわけですよ、はい、オレンジオレンジの似合ってます、似合ってますね、似合ってますね、はい、何の話何のこった何のこった何のこった、はい、はい、あ、そうね、うん、あのヨハンヌさんは、はい、あれですか、あのいつクリスチャンになったんですか。私はですね、母のお腹にいる時から何と、そう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 、教会に行ってるんですよ。ですよね、あの聖書からみんな子供たちの名前をつけたっていうことは、うん、こう強しとかよこは、うん、強しとかよこはクリスチャンだったわけです。あ、強しもかよこも、強しもかよこもクリスチャンだったわけですね。はい、あ、それで、うん、もう最初からじゃあもう生まれた時からクリスチャンなんだ。はい、いや、俺たちからしたら羨ましいよね。いもう人生迷子で生きてきた俺たちとしてはね、うん、もう最初からこうね、教会行ってるとはとても羨ましい。うん、迷って迷って ね、あっちでもないこっちでもないと、ね、でも知念大学ね卒業したんで、知念大学、知念大学ね、国立ですからね。そう、国立すごいね、すごいですよ、なかなか入れませんよ、入れませんなかなか出られませんけど、塀高いからね、塀高い、8メーターぐらいあるとじゃないから、そうそうそう、塀は高い、なかなか出れないですね、なかなか、うん、はい、はい、あのまあ刑務所のことですけど、ね、念のためにね、そう、あれ知念に大学あったっけって言われるんですよ、よくやるんですよ、よくやる、すいません、勘違いされる、刑務所のことです、工学部ね、はい、と、はい、いうことでですね、うん、今日はあのギターを弾いてもらうんですけど、うん、これ小さい頃か、じゃあ生まれた時からクリスチャンということは、はい、もうちっちゃい時から賛美が、うん、あの好きだったというか、そのそうです、ね、賛美を歌っていた、はい、歌といえば賛美だった。そうですね、お母さんがもうお母さんが賛美がとっても大好きで、特に歌がね、うん、歌、まあ、いろんな曲歌うんですけど、うん、賛美が一番家の中では主流の曲で、うらやましいね。ドレミファソラシドって言ってごらん、あの、うん、ちゃんと歌ってごらんって言って、うん、少しでもこの音階を外すと違う、うんうん、あ、スパルタン、スパルタンだ、ベンベン、右手が怖、母の右手が、マジで、マジで切手を切り落として、あ、違うか、あ、そうそんなことないですよ、あ、そう、厳しかったです、お母さん、鍛えられたな、鍛えられました。いや、お母さんも歌がね上手で綺麗でね、上手、また気持ちよさそうに歌うわけですよ。なんかこう歌とか何にも習ってません、神様から教えてもらいました。そうなんですが、これそのあの、あ、自己流っちゃ自己流っておかしいですけど、もう別にどっかで習ったわけじゃなく、ないですね、はあ、すごいね、うん、で娘にも、うん、どんなんですか、シオカルタ、スパルタで、スパルタでね、食いしばれって言われて、どこまで話、本当ですか、本当話、森子たちもない、森子です、そこまではないですけど、はい、ではですね、これ準備が必要かな、1曲目はそうですね、今日は何曲歌ってもらう予定ですか。今日は3曲歌ってもらう予定なんですけど、うん、じゃあ、もう歌っちゃいます、もうまだあの、はい、うん、どうします、続けて歌うの、準備してから、
わかんない。じゃあね、とりあえずですね、はい、CM 入れて行ってみましょうか。CM。あ、はい、もういっちゃう。はい。もういっちゃうの？だって3曲あるからね。うん。今日3曲歌ってもらいますから。もう、うん、OK。はい。うん。はい、じゃあ一旦 CM 入りましょう。CM ここでギターのセッティングをする前に置いとこうと思ったんだけど、30分番組、1時間、1時間番組なの？最初あれか、うん、CD なんだ。1時間番組なの？最初 CD です。そうそうそう、そうかそうか、うん、いいよいいよ、まあいいよ、でも大丈夫、繋いどくから。逆にします？聞こえますか？これ先に3回。ああ、そうする、します。これで最後に今このコンパッションの CD のやつ、うん、うん、どうしようか、どうしますか。じゃあ、2分しかないけど全部ギターじゃないんだね。いいよ。じゃあこれは、そうかな、こっちは、ね、ここに、じゃあここに CD 入れる。逆にしましょう。聞こえますか、から大丈夫、ずらしても椅子変えます。あ、椅子変えようか、この椅子ね。そうそう、こっちしたら。あ、そうですね。首掛けが多分邪魔かな。今日は、ギター弾くときは。その前に、ね、前半でギター終わらせちゃった方が。うん。うん。チンカン。あ、プレスいい？プレスです。ケンちゃん、カラーボール当てられても逃げられるな。あ、よっしゃ。逃げようとも OK ってことね。そうだよね。また。っていうか、あ、もう当てられてきたんですみたいな。いや、すでに何してきたんですか。実際逃げてきたんです。朝から逃げてきたんですか。炭酸チラさん、あ、これ独り身じゃないか。今のところ面白いゲストさん、ヨアナさん、どう書くんですか、名前。10秒前です。5秒前、前からります。紹介してから、じゃあ行きましょうね。はい、親分はイエス様。はい、はい、いつもと違うけど、あのね、はい、メッセージ来てますよ。はい、かなさん、ちらさん、皆さんおはようございます。かなさん、ちらです。おはようございます。いつもありがとうございます。おはようございます。はい、今日は久しぶりに女性のゲストさんですね。面白いゲストさん。面白いでしょ。面白いでしょ。面白いでしょ。はい、これね。ありがとうございます。はい、ヨハンナさん、はい、すごい名前、どう書くんですかって。どう書くんですか。漢字があるんですよ、私。え、そうなの。漢字あんの。え、漢字があるんですよ。教えてください。世界のせいに、うん、伴うっていう字、人弁に半分の半ですね。で、奈良の名っていう漢字がヨハンナです。だそうです。あの、よ、世の中のよ、よ、世界のせいに半、うん、半層。あの人弁に半分の半、奈良の奈、はい、意味はお母さん、そう聞きたいんですよ、これ漢字に意味があるのかどうか、なんか当て字のような気がしてならないんだけど、そうそう、意味何字ですか、当て字ですか、聞いちゃいます、うん、聞いちゃいます、急に、うんうん、はい、これはですね、はい、一応当て字なんですけれども、もともとヨハネっていう名前にするつもりだったんですね、はあ、で聖書のね、まあ、バプテスマのヨハネ、ヨハネね、はい、先駆者ヨハネです女の子なのに、そう、いやでお腹の中にいる時にすごい蹴ったりして、うん、あ、この子は絶対男の子だって思ったんですね。でお医者さんが性別聞きますかって言ったんですが、もう聞くこともない、うん、もうこんなに蹴ったりして、うん、絶対男の子に間違いないと、うん、で街歩いてても、うん、おばあちゃんとか、うん、知らない方々も親切に、うん、このお腹の尖り用は、うん、絶対男の子だからねって、ね、みんながこう予言めいたこと言うんですよ、うん、あ、やっぱり男の子なんだって思って、でその生まれた瞬間に、うん、何にもなかったので、うん、びっくりしちゃって、うん、ついてなかったあら、うん、女の子なのってそれで悩んだ末、うん、うちの牧師先生に相談したら、うん、はい、ヨハネの、女性名詞があるよと、うん、それがヨハンナだよということで、で漢字はその先生に当て字をしてもらって、うん、世の中をこう伴って、うん、奈良の名はこう栄えていくっていう意味があるそうなんです、うん、あ、そうなんですか、はい、へえ、そういうなんか
意味合いのあるよっていうことで、ね、すごいですね。初めて聞きました。初めて聞きました。来年で、もっと早く教えてください、お母さんちゃんと。そう、もっと栄えたい。はい、はいはい、ということです。はい、ですね、今日は一曲、うん。今日はまず曲をですね、はい、ギター持ってかっこいいやりませんか。ヨハナさんがギターとを弾きながら弾き語りですね。はいはい、はい、お姉さんも歌うんですか。お姉さん、あの、うん、バックで、バックで幽霊のように入っていきます。500円のハモリ、はい、お聴きください。なんていう曲ですか、これ。曲の名はね、うん、聞こえますかっていう曲ですね。聞こえますか、はい、これ新曲らしいですよ。新曲。素晴らしい。ね、ハレルヤー。はい。若干新曲。若干新曲です。若干新曲です。はい、はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ごめんごめん。間違えた。聞こえますか主が喜び笑う声を聞こえますか主が喜び歌う声を聞こえますか主が喜び笑う声を聞こえますか主が喜び歌う声をあなたを作り生かしておられる主が愛と喜びであなたを見て溢れる主のあなたへの想い変わらない主のあなたへの想い主によってあなたは最高主の愛の眼差しを感じますか主の偉大な御手の技をあなたを作り生かしておられる主が愛と喜びであなたを見ておられる満ち溢れる主のあなたへの想い変わらない主のあなたへの主によってあなたは最高苦しい時もある悲しい時もある迷って叫んでもうわからないでも忘れないで主の
いや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 、えらいことになってるじゃないですか。手がもうガクガクのフルーバクリスティですよ。いや素晴らしい、素晴らしい。いや聞き惚れちゃってですね、あのなんか聞いてるラジオ聞いてる人、そうそうそう、ね、あのリスナーの皆さんも聞き惚れててですね、うん、これはですね、あの CD はいつも流せないんですけど、うん、そうそうそう、生歌なんでですね、今日あのインターネットでも発信してるんですよ。でみんなすごいあの反応来てますよ。そうそう、はい、いつもあの CD 流すじゃないですか。インターネットには CD あの流れてないわけですよ。僕らの会話がずっとあるわけだから。なるほど。インターネットで見てる人は今日初めてこの番組で歌を聞いたと。そうなんですか。そう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 そツイキャスで歌が初めて聞こえますって、嬉しいですみたいな。お母さんの高校も大阪ですよ、この人付き合ってますねって。あ、やったね、ちょっと幽霊のようになりたかったのにごめんなさい。いやすごい、え、これ親分はイエス様だよね、こんな清潔感あったっけ。今日はなんかひどいじゃないですか。なんか親分はイエス様汚れてるみたいじゃないですか。失礼な、失礼な、汚れてますけどね、僕たち。いや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 、今日はですね、いやいいですよ、たまにはいいですよね、こういうのもね。ああ、そんな時もあるさって。はい、はい、いやありがたいですね。面白いでしょ。うん、なんだかあのヨハンナさん、あの、はい、あれですね、韓国にも、あ、韓国にも、はい、行ったか。韓国も、はい、もう去年はワーキングホリデーで行ってきたんですけど、うん、はは、もう韓国が大好き で、 うで、お友達も何名かいるんですけど、こうやって音楽活動一緒にしてる友達とかもいて、で教会でこうやって、うん、あのゴスペルソングを歌わせていただく機会があったんですよ、韓国でも。韓国の教会で、はい、あ、そうなんですか、はい、韓国語もあれですよね、吐き溜めに釣るってひどい。はい、韓国語もね、あのヨハナさんバリバリでね、はい、すごいですよね。はあ、いやなんか親子揃ってこのなんていうの、この人の前に立ってこの歌を歌ったりとかね、喋、うん、ったりとか、はい、すごいいい親子ですね、なんかね。妹さんだった、兄弟は。あ、妹と、アンナ、はい、アンナがいます。弟は、弟がヨシヤ、ヨシヤで、一番下がヨセフです。4人兄弟なんだ。4人兄弟です。でみんななんかこう音楽とか やってるんですか。そうです、みんな音楽が好きですね、基本的に。いいね、家族でできるっていうの、うん、なんか、ね、お友達みたいですね、なんかね。、うん、そうそうそう、ね、そうですね、友達みたいな感じで。ね、誰ですかこの人、友達みたいな人。軽い母なんです。あ、軽い母。軽い母。体重よ、体重よ。今体重よって言ったじゃん。はい、あ、そうですか。今日ね、あと2曲歌ってもらえるということですけど、うん、はい、はい、あのどんなですか、お家は。お家は、お家ですか。どんな毎日。もう母さんが一応明るいので、うんうん、いつも笑っているかもしれないですね、お母さんが。いいよね、みんなで教会行ってるんでしょ、家族全員で、はい、素晴らしい。多分、ね、眠ってる時も笑って、死ぬ時もなんか笑いながら棺桶に入るような。ああ、そうですね、母はそんな感じがするけどね。そうかもしれないね。寒くなっちゃった、ごめんなさい。いや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 、素晴らしいじゃないですか。暗い時もね、この今曲、うん、私が実はこの今曲作った時は、はいはい、すごい苦しい時だったんですよ、いろいろクリスチャン家庭でもやっぱり悩みはあるんですけれども、うん、でもそんな時に、まあ、クリスチャンならではと思うんですけど、うん、神様の存在があるじゃないですか、はいはい、なので神様がこの聖書を通してとか、うん、そういう神様の言葉ですごく励まされて作った曲なんですよ、うん、苦しい時、あ、神様って本当にいるのかなって思ってる時、うんうん、でも神様が私の見て喜んで歌ってるっていう、うん、この聖書の箇所にありますよね、うん、聖書 の、はい、あの言葉に、はい、そこの部分からこの歌詞をあの作って歌を作ったんですよ、ね、いいです ね、いいですよね。あのなんていうんですか、この神様との関係が、うん、あのあるのとないので、うん、はい、えらい違いですよね、これね。その助けてくれる神様がね、はい、今日まあ最初の、ね、言葉、うん、聖書の24時間営業、年中無休ですよ、ね、神様助けてくださって。、はい、歌っちゃってるんだ、歌って
喜んで歌ってる、ね、あすごいいい感じじゃないですか、なんかね、はあ、嬉しいですね、ね、いいな、はい、いいね、クリスチャンみんな家族で教会行ってるってね、うん、お父さん、はい、お父さんもお父さんなんかはねいつも土曜日のね、うん、そうなんですよ、僕ら配食活動ね、はい、毎週来てくれるんだから、毎週ね、うちの父がお世話になっております、いやいや、こちらこそ本当にお世話になってます、感謝ですよ、本当に、ね、そうなんですよ、うん、お父さんの強し強し、うん、強し、ね、強しごめんなさいね、お父さん大丈夫ですからね、はい、強しさんね、はい、あ、ヨハンナさん、お母さん、うん、素敵な生歌ありがとうございます。鳥肌立ちましたって、あの、カナさん、チュアさんから来てます。あ、はい、もうこのね、今日ね、メールくださった方の中から、そうそう、抽選でちょっとですけど、メールですよ、うん、あのメールね、メール、これ、はい、この、あの、アルバム、プレゼントするんですけど、今、カナさん、チュアさんが、今、確率高いから、ね、カナさん、チュアさんが、はい、今のうちに、独走体制です。はい、独走体制ですよ。はい、メールくださいね、皆さん。はい、どうします、曲はいきますか、もう、あ、曲いっといた方がいいんじゃない の、 あの時間が、そうだね、だから、じゃあもう一曲、これは次はこれは紹介してもらっていいですか、はい、いけます、2人、はい、2人で次は、はい、アカペラ、アカペラで、はい、母と一緒にちょっと歌わせてもらいたいんですけれども、はい、あの幽霊ゼミアップっていう曲、幽霊の歌ですか、違います、当たりはい、幽霊ズミアップって言って、これ、うん、これあれじゃないですか、イナバウアーじゃないですか、そうなんですよ、イナバウアー、荒川さん、しんちゃんね、あんまりスポーツとかね、あんま分からないわけ、あ、そうなんですか、ね、テレビもないしね、うちね、めっちゃ笑われてる、テレビがないでめっちゃ笑われてる、いや、テレビないんですよ、実はこの時代、素晴らしいじゃないですか、江戸時代みたいな生活してる、そうそうそう、そうですね、はい、学校卒業するまでね、はい、テレビ見るなって言われて、はい、はい、ということで、そのあれですよ、そう、幽霊ゼミアップ、金メダル取った曲ですよね、荒川さん、荒川静香さんがこの曲で、うん、オリンピックで、うん、ね、フィギュアスケートされてたんですけど、そうそうそう、はい、そうですか、結構みんな知ってると思いますよ、この曲は、ただ、はい、これが賛美なんですよね、実はね、あ、多分世の中、ま、この皆さんは多分この幽霊ゼミアップ、うん、これ、ま、内容が、うん、このいろんな苦しみの時にでも、うん、このあなたが助けてくれて、あなたが引き上げてくれるから、はい、私は強くなれるっていう内容なんですけども、はい、大体、ま、あなたっていうのは、うん、まあ恋人とか家族とか、ね、お友達っていう、まあ、ことも言えるかもしれないんですけど、うん、私 はそう、うん、私の信じてる神様が私を引き上げてくださるから強くなれるっていうので、だから本当そういう歌なんです、だから稲葉はあんなに沿っても上がってくるんだ、引き上げられてる、こけないでしょ、あれ沿ってもこけないのは神様の力なんだ、あ、なるほど、アーメン、アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ、はい、ではではでは、でこれをお二人でね、はい、アカペラで今日は歌ってくれるということですが、はい、はい、はい、ですね、はい、よろしくお願いします、はい、When I am down and hold my soul so weary, when troubles come and my heart burdened and be, then I am still and wait hereinThe silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up so I can stormy seasI am strong
more than I can be. いやーすごいな、これすいいですね、綺麗、ちょっとお家の中、お家の中こんなになってんの？そうですね、時々こうやって一緒にお母さんがハモってくれたり、いい家じゃないですか、俺も住んでいいですか？ダメ、あそう、いやーいいね、あ、上田さんありがとうございます、感謝します、上田幸村さん、すごいでしょ？ね、聞いてる人たち、この親子ですよ、親子、うん、素晴らしいじゃありませんか、この歌声ね、うん、いやーびっくりしたね、いや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 、いいね、きれいきれいちょっと受けなかったやっと出てきたやっと出てきた、へー、あ、そう、いいお家ですね、本当にね、いいお家っていうかいや今ね、なんかお家想像しちゃってどうしてもなんかお家がこんなことになってんのかなと思ったら、でもなんかすげえ家だなと思って、いや幸せだな、いいね、これ綺麗だし、なんかパワフルだしね、あ、いやすごいな、いや羨ましい、いや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 、ちょっと間違った、ちょっと間違った、あ、そうなの、わかんないわかんない、大丈夫、大丈夫、英語だから英語、あちゃっと思ったよ、あ、そう、韓国語だけじゃないですね、英語もないしもね、英語ね、言ったね、ちょっとだけ、すごいすごい、はあ、何をあの話してもらうんだったっけ、もう歌があんまりいいんですね、言っとんじゃったけどね、これまあまああれですね、うん、なんていうかな、うん、いつもは、うん、この大体ね、うちの番組ね、うん、犯罪者ばっかり出てくる大体ね、分かりやすいこの人たち、教会に来て来るまでと後の話がすごく分かりやすい人たちなんですよ、うん、ってか僕もしんちゃんも含めてだけど、うん、刑務所行ったり来たりしてたのが、うん、教会来て、うん、なんかこんな、元もう高青年になっちゃった、元高青員が高青年になりましたみたいな話が多いんですけどね、今日はほらクリスチャンホームに生まれた、うん、ヨハンナさんだから、うん、もうなんていうかな、そのクリスチャンホームですよ、だからなんていうの、その今日なんか やりにくいね、でも私は一代目なんで、ですよね、一代目はやっぱりね、うん、困難な道を、ね、だからその、まあ、どういうあれで教会に来たのかを2分でお願いできますか2分で、そうそう、佳代子さん、よかったです、佳代子さん、一言じゃなくてよかったです、うんうんうん、2分あるんで、2分でお願いします、はい、教会に行ったいきさつですね、そうですね、うん、私はお家自体は新興宗教を持ってたんで、小さい頃から信仰には慣れてたんですね、うんうん、でもある日姉がクリスチャンの友人に誘われ、うん、で一人で行くのはもどかしいので、うん、私も一緒に連れて行くという、うん、まあただ付き人のような状態だったんですが、うん、そこで姉はイエス様から離れて、うん、私の方がのめり込んでしまって、うん、でも高校入ると部活があるので、部活の方に私はまた今度は心変わりになったんですね、うん、で成人して社会人になって、そこで改めてこのイエス様を受け入れることになったんですよ、いろんな人間関係や、うん、で先輩に相談すると、うん、清くなろうと思うこと自体、うん、この世の中は考えない方がいいこと、うん、だんだん汚れていくのが当たり前なんだから、うん、清くなろうと思わない方がいいよっていうアドバイスだったんですね、うん、でも自分の心の中では清くなりたい清くなりたいっていう思いがあって、うん、その時に聖書の御言葉の、うん、聖書の言葉のね、うん、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えなさい、うん、災いの日が来ないうちに何の喜びもないという年月が近づく前にっていう、うん、この御言葉がなんかすごく私の心の中で鳴り響いて、うん、で一体これどこにあるんだろうって思って、うん、その迷いあぐねた時、うん、実はまた新興宗教に捕まって、うんうん、そこでは聖書のお話教えるんですけれども、うん、聖書は神の言葉だけどもその上にもう一つの経典みたいのがあって、うんうんうん、その方が聖書の上だよみたいな、うんうん、でそこにのめり込んでいる時にある私の
通ってた教会の姉妹が、うん、その祈りの中で私の夢を見たと、うん、だから元気って電話をしてくれて、うん、でその時に私が今受けてる教会の話をした、うん、それは間違ったところだから、うん、あのお祈りしましょうって言って、うん、その場で祈ってくれて、うん、でとにかく聖書を神の言葉として、うん、あの素直に読んでみてって言って、うん、読んだところが黙示録の箇所だったんですよ、うん、あの天国の描写と、うん、まあそういうねことが地獄のこととかいろいろこう黙示録あるんですけれども、うん、あ本当の家族を、あ家族じゃない、神様を探してたんですよね、そうですね、求めてたんですよね、うん、仏壇にもお祈りもしましたし、人間関係とか、うん、そういうのでいろいろなことで苦しい中にあった、そうですね、私自身が傷つけることもあるし、うん、傷つけられることもあるし、うんうんうん、こういうのはね、あの今これラジオ聞いてる方でもあると思うわけですよ、うん、たくさんね、はい、絶対人間関係でみんな傷つくじゃないですか、そう、ね、うん、自分も傷つけちゃうんですよ ね、うんそうですね、うん、だから要するに教会行ってくださいっていうことですよ、あめそうですね、はい、教会行ったら幸せになりますよっていうことですね、そうですね、はい、すごい2分で、はい、ケンさん、いや、何や、いや2分で終わりそうな方、僕が僕が今もう無理に終わらせました、はい、はい、今日はですね、はい、もう一曲いただきたいね、今日あのねほら、うん、コメントたくさん来てるんですよ、はい、はい、ありがとうございます、ね、上田幸村さんね、今日初めてですね、うん、はあ、本当にありがとうございます、あリスさんもね、ケンちゃん清められたって、うん、清められた、はい、はい、もう一曲ありますからね、はい、最後の歌、はい、行ってみましょうか、もうこれはあなたのそばにっていう曲ですね、はい、これねこの CD に入ってる曲ですよ、はい、うんうん、これもまた今回生で歌ってもらいます、はい、はい、いいですか、はい、お願いします、あなたのそばに今行きます、すべてを捨てて今行きます、あなたのそばに今行きます、私のすべて捧げるために十字架で許され、愛に満たされ、今ここにいる私はあなたのもの、すべての嘆きや苦しみはあなたと出会うための備え、主よあなたを今求めます、あなたのそばに今行きます、すべてを捨てて今行きます、あなたのそばに今行きます、私のすべて捧げるために十字架で許され、愛に満たされ、今ここにいる私はあなたのもの、すべての嘆きや苦しみはあなたと出会うための備え、主よあなたを今すべての嘆きや苦しみはあなたと出会うための備え、主よあなたと今求めます、求めます、いや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 、はい、ありがとうございます。親分はイエス様ですよ。
皆さんお間違いのない番組ではい、はい、いやー素晴らしい、いやいやいや、素敵でした、ありがとうございます、拍手、バチバチ、いいですね、いやラジオ聞いてる方もメッセージ来てますよ、うん、はい、あ、この CD 全国のキリスト書店にあるなら絶対買いたいですねって、イエーイ、 お母さんが喜んでる、あるからどこで大阪なんですか、どうしたらいいんですか、これ、ああそうなんですか、うん、期待して、ああこれネットで買えると思うん、あ、ネットで買える、ネットで買えるそうですよ、椿野さん、あのね、コンパッションっていうアルバムです、これですよね、これですね、コンパッション、はい、っていうアルバム、これいろいろな、うん、教会クリスチャン関係のこっちにしてくれていい間に入れてくれる、コンパッションっていうアルバムなんですよ、です、ね、キリスト教書関係の買えるのかな、沖縄では売ってるんですけど、うん、他のところでちょっと売ってるか分からない、手に入らなかったらまた連絡ください、ネットで、はい、ネットで売ってると思ってあげますよ、それからですね、メール来てます、チリンさん、チリンさんこんにちは、チリン、はい、こんにちは、こんにちは、2回目のメールです、はいはい、とても素敵な歌声、声を聞いて歌っている方を想像しています、きっと透明感のある方なんでしょうね、あ、そうですよ、見えないもん、透明人間ですよ、もうすごく声が清らかで、はい、お昼前のこの時間まったりできます、ありがとうございます、ありがとうございます、いや、いいじゃないですか、はい、ありがとうございます、じゃあ、はい、抽選、それからですね、かなさん、ちらさん、ライブを聴いているような感覚ですごく楽しいです、やっぱり生歌最高です、ありがとうございます、それからハンサムイさん、ヨハンナさんへ最高、頑張ってください、ありがとうございます、頑張ります、ありがとうございます、3通来ました、3通来ました、ちらさん、かなさんと、うん、チリーンさんと、チリーンさんとハンサムイさん、あ、ハンサムさんいいです、あ、いいです、ハンサムさん、いいです、ハンサムさん、これ見つけた、あ、もう、ね、もう一人、もう一人来てるかな、うん、はい、またハンサムさん、ハンサムさん、いやいや、CD くん、ハンサムさん買ってください、あなた、あ、はい、げません、よろしくお願いします、いや、お買い求めください、ミューチです、ミューチ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 、はい、ということで、YouTube だったんですね、じゃあね、うん、あのね、抽選しときしようか、うん、抽選しよう、来週発表します、あ、じゃあ来週発表しますね、抽選ね、はい、ということで、今日言うって言っちゃったよ、番組の中で、あ、今日言うって言っちゃった、うん、じゃあしんちゃんと俺とじゃんけんしようか、はい、あ、じゃあ、じゃあ俺どっち、チラさん、俺じゃあチラさん、チリンさん、恨まないでね、恨まないで、最初はグーじゃんけんぽん、あいこうでしょ、おチリンさんに決まりました、チリンさんおめでとうございます、厳正なじゃんけんの結果、はい、チリンさん、チリンさん、このコンパッション当たりましたから、はい、あの取りに来てくださいね、はい、取りに来てください、取りに来てください、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、もし取りに来られない場合はこちらに、あの住所連絡してください、あの送りますから、はい、よろしくお願いします、チリンさんね、はい、よろしく、はいはい、なんかもう時間来ちゃいましたね、はい、はいはい、ラジオ聞いた皆さん、はい、どうしますかこれ、もうエンディング、はい、はい、ラジオ聞きの皆さん、今悩んでる人、苦しんでる人いませんか、お近くの教会行ってくださいね、教会行ったら、はい、あなたの苦しみ、うん、取り除かれます、はい、これなんか行こうか、聖書の中で聖書の中イエス様はこう言われます、すべ、はい、て疲れた人、重荷を負ってる人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。アーメン。アーメン。イエス様は、イエスキリストはですね、教会はですね、はい、あなたを歓迎します。誰も歓迎します。はい、ぜひ皆さん、教会に来てください。はい、皆さんね、お待ちしてます、教会行ったら変わりますよ、はい、人生が。希望に満ちた人生、僕たちも歩んでいます、はいね。こんな僕たちでも、しんちゃんでも変えられました。はい、こんなかよこさんでも変えられました。アーメン。あなたもきっと変えられた。アーメン。アーメン。アーメン。はい、教会、どこの教会行ったらいいか分からないっていう人ね、はい、十字架が目印ですよ、はいはい、間違って交通安全協会行かないでください、はい、ですね、番組では国際ギデオン協会の協力に聖書を配布しています、はい、FM 講座のお近くにお住まいの方は FM 講座まで取りに来てください、それから、チリンさんだった、チリンさんになってました、ね、チリンさん CD 取りに来てください、はい、差し上げます、お願いします、はい、聖書を遠くて取りに行けないよという人はですね、番組宛にご住所の名前を記載して聖書ちょうだいとメッセージを送っていただければこちらからお送りします、はい、ということで、ユーストリームを見てくださいね。FM 小座のホームページから見れます。
今日ありがとうございました。ありがとうございました。さん、また出てまた歌ってくださいね。そうですね、はい、一番乗り気、一番お母さんが乗り気ですね。楽しんじゃってる、ね、ありがとうございます。はい、今日はあっという間の、本当にあっという間の1時間でしたけど、はい、皆さん、コメントやら、メッセージやらありがとうございました、はい、あ、ヨハンナ綺麗だなってきてますよ。はい、はい、今週も1週間元気に過ごしてください。また来週お会いしましょうね。親分はイエス様。とか、あの。